ばんは。今日も隠れ家にお越しいただきありがとうございます。おや、なんか今日は嬉しそうな顔をされてますね。なんかいいことでもあったんですか？え？隠れ家に来るとなんか安心する、そんなことを言っていただけるんですね。ありがとうございます。私自身もこの隠れ家に来るとほっとすることってあったりするんですが、同じように誰かの居場所になればいいなと思ってやっていますから、そうやって言っていただけるのは本当に嬉しいですね。毎日生きているといいこともあれば嫌なこともありますよね。どちらかというと嫌なことの方がちょっと多いんじゃないかなって私は個人的に思っているんですが、そんな日々だからこそ毎日の中にちょっとだけ嬉しいことを作るとか、いわゆる小さな幸せを見つけるみたいなことってすごく大事なんだろうなーって最近考えているんです。あまりネガティブさんらしくない考え方かもしれません。ですが、ネガティブだからこそ小さな幸せってなんだろうなーって人よりも考えてしまうのかもしれません。この間隠れ家にこんな方がいらっしゃったんですよ。その方の話を聞いて、小さな幸せってなんだろうって改まって考えていたんですよね。その方はこんなお話をされていきました。毎日忙しい中に楽しみや小さな幸せを見つけられるような人になりたいと思いますが、私もネガティブなので、昔から嫌なことばかり目についてしまいます。悩みはなくならないし、自分だけが苦労しているように思えて、周りの人が羨ましいと感じてしまう。毎日の些細なことでも幸せに感じられる、小さな幸せを見つけられるような人になりたいんです。こんなお話をしていったんですよね。この方とお話をしていて、私も小さな幸せってなんだろうって考えてしまいました。考えてみた結果、小さな幸せって実際にどこかに落ちていたり自分の手元にやってくるものではなくって、結局のところは感じ方なんだろうなって思ったんですよね。同じような出来事でも幸せを感じられる人、感じられない人、私もそうなんですが、ネガティブな人は小さな幸せを見逃しているというんでしょうか。小さな幸せだと気づいていない、そういうことなのかもしれないですね。小さな幸せを感じるときというと、どんなときがあるかなってネットで調べてみたんです。ネットに正解が落ちてるわけじゃないんですけどね。みんなどういう時に小さな幸せ感じてるのかなって調べてみたんです。そしたら、美味しいものを食べている時とか、お風呂に入っている時とか、欲しかったものを買った時とか、そういう時に小さな幸せというのを感じているみたいですね。美味しいものを食べている時に小さな幸せを感じる。
聞いたことはありますが、私自身はあまりそういう感情になったことがないですね。美味しいものを食べたら美味しいって思いますし、美味しいものを食べたいなという感情にももちろんなるんですが、美味しいものを食べた時に幸せだなという感情は今のところ出会ったことがないですね。でもたまにいるじゃないですか。美味しいものを食べた時にすごく幸せそうな顔をする人。きっと今この人は美味しいものを食べて幸せだなって思ってるんだろうなというのが周りにも伝わるような食べ方をする人。そういう人を見ているとちょっと羨ましいなって思っちゃいますよね。今この人はご飯を食べて幸せを感じているんだなんてことを考えちゃったりするんですよ。不思議ですね。同じものを食べているんですけどね、同じように美味しいと思っているはずなんですけどね。あとは欲しいものが買えた時でしょうか。今ではネットで買い物をすることも増えましたが、ネットで買い物をして届くまでの時間もワクワクしますし、届いてから段ボールを開けた時、実際に物を手に取った時、使ってみた時、ワクワクしましたよね。きっとそういうのが小さな幸せなんでしょうね。でもこの話を聞いてから私の中でもしかしたら小さな幸せってこのことかもって気づかされるような出来事が一つあったんですよ。さっきの欲しかったものを買った時のワクワク、それに近いかもしれません。この間ヒゲ剃りを買ったんですよ。私も男ですから、朝起きたらヒゲがそれなりに伸びているので、毎朝ヒゲを剃るというのが日課というんでしょうか。剃らないとどうしようもないですからね。朝ヒゲを剃るというのが毎日の光景なんですが、ヒゲを剃るようになってから今までずっとカミソリでヒゲを剃っていたんですよ。いわゆる T 字カミソリっていうやつですね。それでヒゲ剃りをずっとしていたんですが、私はあまり肌が強い方ではないので、肌が荒れてしまったりとか痛くなってしまったり、特に冬の乾燥している時なんかは顔がずっとヒリヒリしているような、そんな感じだったんですよね。そしたらある時、ついこの間ですが、肌が弱い人はカミソリよりも電気シェーバーでヒゲを剃った方がお肌に優しいよっていうのを見まして、そう言われれば電気シェーバー使ったことないな、一回試してみようかなって思ったんですよ。いざ電気シェーバーを買おうと思ったら、値段は高いものだと数万円、安いものでも5000円とか6000円とか、それぐらいの値段がするんですよね。ちょっと試しで使ってみるには5000円や6000円の値段は躊躇しますよね。自分には合わなかったってなるともったいないですからね。もうちょっと安くて使い勝手の良さそうなものはないのかなっ
って調べていたら、コンビニに2000円ぐらいの電気シェーバーが売ってるっていうのが分かったんですよ。コンビニに売ってるんですね。初めて知りました。調べてみたら、コンビニによって置いてる電気シェーバーのメーカーが違かったりして、どれがいいかなって自分なりに調べて、ちゃんと買いに行ったんですよね。コンビニでお会計をして、車に戻ってきて座って、その電気シェーバーの箱を眺めていた時に、これでひげ剃りするの楽しみだな、どんな感じになるのかなってワクワクしている自分がいたんですよ。その時に気づきました。これが小さな幸せなのかもしれない、そう思ったんですよね。こんなネガティブな私でも、小さな幸せを自覚できるタイミングがあったんですよ。私はその時の嬉しいというんでしょうか、ワクワクした感覚、感情、これを忘れないようにしようって思いました。この感情が出てきた時が、自分が幸せを感じている時なのかもしれない。自分の幸せを客観的に見るというのもなんか変な感じがしますが、自分は今幸せなんだなーって感じにくいタイプの人は、もしかしたらこの感覚が幸せなのかもしれないって客観的に見ることで、その感情が出た時に、自分は今小さな幸せを感じているぞって思い込めるかもしれないです。きっとそういうことの積み重ねが大事なんだろうなーっていうことを気づきました。ネガティブな人っていうのは、ネガティブ思考から脱却するのってなかなか難しいですよね。悩み事も減るわけでもないですし、いろんなことが目についてしまうというのも、変えることは難しいんじゃないかなって思っています。ですから、自分が幸せを感じている時の体の状態、心の状態、そこに少し目を向けてあげて、自分の中でのいいことと悪いことのバランス、本当はいいことが多い方がいいんでしょうが、なかなかそうもいかないと思うので、せめて同じぐらい、そこまで自分で気づいて持っていってあげるっていうのは大事なのかもしれないですね。あなたは最近小さな幸せを感じることってありました？もしかしたら自分が気づいていないだけで、小さな幸せって周りにたくさんあるのかもしれないですし、それを幸せだと感じられるようなその気持ち、それは持ち合わせていきたいですよね。ネガティブな人間だからこそ必要なのかもしれないです。今日も隠れ家にお越しいただきありがとうございました。また誰かのエピソードに触れたくなった時とか、あなたがお話ししたいことがある時は、ぜひお立ち寄りください。それではおやすみなさい。あーもちちゃん、今日はさ、
小さな幸せってなんだろうねっていう話をしたんだよ。この間コンビニで電気シェーバー買ってさ、ちょっとワクワクした自分がいて、もしかしたらこの感情が小さな幸せを感じているっていうことなのかもしれないみたいな、なんか自己分析みたいなことしちゃってね、今度からこういう感情になったら自分は幸せを感じているのかもしれないって思うようにしようって思ったんだけどさ、そんなことよりその時に買った電気シェーバーなかなか良かったよ。安いものだからヒゲがたくさん剃れるかっていうとそんなことはないのかもしれないんだけど、初めてさ電気シェーバーでヒゲ剃りをするっていう生活を今送ってるんだよね。そこにさ、思いもよらなかった自分にとってのメリットみたいなことが落っこちてた。うん。いや、もちちゃんも見てると思うけどさ、僕朝起きたらヒゲ剃ってるでしょ。ヒゲ剃りの時間ってカミソリだと数分で終わるんだよ。5分ぐらいかな、あんまり数えたことないけど。電気シェーバーにしたらさ、すごく時間かかるの。15分とか20分とか人によって違うんだけど、僕はだいたい20分ぐらいヒゲ剃ってるの。カミソリで剃った方が圧倒的に早いんだよ。朝の時間もそんなに余裕ないしね。でも電気シェーバーでヒゲを剃ってるその20分間が僕にとってめちゃくちゃ大事な時間になってるのよ。朝起きてさ、すぐヒゲ剃るの。20分。そうするとさ、頭もだんだん目覚めてくるっていうことももちろんあるんだけど、朝起きると頭の中がすごくぐちゃぐちゃしてるの。情報が混じり合ってるっていうのかな、なんか散らかってることが多くて、それをさ、ひげ剃りをしながら今日は何をする一日だったっけとか、なんかやらなきゃいけないことあったかなとか、頭の中の散らかっているものを整理する時間に使えるんだよ。その時間が結構僕にとって心地よいというか、やっぱり散らかってるより整理されてた方がいいからね。たまたま興味持って買った電気シェーバーでさ、ヒゲを剃っている時間が自分にとってそんなに大切な時間になるなんて思っても見なかったよね。ヒゲ剃りっていうのがまた大事なのかもしれない。他にさ、余計なことできないんだよ。ただじーっと目をつむってヒゲを剃ってるだけなの。だからいいのかもしれないね。じゃあもちちゃん、今日も帰ろっか。